にちは、白井ミュージックの白井と清水です。今回ご紹介するのはこちら、マイネルの、バイザンスサンドハット、14インチトップとボトムですね。トップの裏側はこうなってますね、ボトムはこっち側がねサンド仕上げで、ボトムは普通の仕上げですねなっています。結構ね、あのトップ見るとハンマリングが結構こんな感じで、意外とこう高さもね、なんかこんな結構カーブあるんだなとかね、いろいろ面白いですね。で、今からですね、このスタンドにつけて演奏してみます。シンバルはどうしても個体差ができるため、このねシンバルをここにセットして、今から演奏したそのものをですね、こちらのインフォメーションボタンを押してもらえますと、この商品ページに行けますので、このシンバルが買えるということをしています。シンバルね、あのいいなと思ったらぜひぜひ、このシンバルの音はこれしかないにっていう感じに近いので、ポチッとしていただけたら嬉しいです。では音の方を聞いてみてください。どうぞ。でしょうか。楽しいこのシンバル、トップが薄めなのでクラッシュしても気持ちいいんですけれども、こういうね、仕上げが表が削ってないね、仕上げなんですけれども、やっぱ落ち着いたサウンドね、サウンドなんですね。なのであのこう暴れすぎず、っていうところがとてもいいと思います。こうグワーッとこうねハイハットを踏んでうわーってなって盛り上がってもですね、こう盛り上がってるんだけどうるさくならないみたいな感じとかもね、すごいいいなと思いました。ハイハットをこうクローズした時のチッってね音からこうチッっていくところの追従性もすごくこう音の長さをコントロールしやすいので、でもっとこうねもうこのコントロールがしやすいからこそ自分がもっとこうコントロールできるようになりたいなってね思う感じもありました。あとですね、サンドハットはあのこっちをボトムにしてこっちをトップにするみたいな感じもね割とありかなと思います。とてもねこうこのハイハットワンペア買えば、いっぱい楽しめる、いろんな音楽に対応できるというシンバルだとも思いますので、気に入ったらぜひぜひよろしくお願いします。そろそろこの辺りにですね、カートの絵が出てるかな、こちらポチッとしていただきますとこのシンバル買えますのでよろしくお願いします。では、今回ご紹介したのはマイネルのバイザンス、サンドハットの14インチのご紹介でした。白井ミュージックの白井と清水でした。